阪神が18年ぶり V で優勝チーム、2000年以降。よし全球団いるな。流れ的に来年もあれ確定。急に現れるヤクルト、さすがジェットコースター球団。あれ？横って文字が見当たらないと思ったら今は D 館。横浜さん、あれ一つ足りないような。1球団足りないけど、日本シリーズには出てるんよな2017年に。ベイスターズ、優勝には遠い。ベイスターズ忘れてるよ、どこですか？連覇多いなぁ。お願いやから、98年から表示してくだせぇ。セリーグ5球団と言いたいんか。あと何年優勝待てばいいのやら。21世紀になって優勝してない某球団。あの、なんやろ、1998年以降にしてもらっていいですか？何ダメ。阪神の後に優勝してるから、来年はドラゴンズか。これ見ると中日を優勝へ導いた、こっちの偉大さが改めてわかる。世全球団が意外と均等に優勝してるんやね。セリーグって首位が独走で優勝争いがあった記憶がないわ。巨人はコンスタントに、数年に一回しっかりと強い時期あるのが魅力なんよな。見事にベイスターズだけない。ぶっちゃけ今年で DeNA 優勝できんかったら、いつするんやってレベルやったのに。米は1998年マシンガン打線が最後か。ベイスターズは、一体いつになったら優勝できるんやろ。阪神って連覇ないんや、調子に乗って3連覇ぐらいしているイメージやったわ。あれ横浜。来年こそ横浜。横浜は交流戦優勝してるし、なんなら今日も横浜優勝でトレンドに入ってるからセーフ。横浜優勝と騒ぎ始めると沈むイメージ、いっそ一年言わなければ優勝できる、してくれてる気がしてる。